無理やり感なんでその無理やりの結構ね元気になってきました。元気になってきた。本当ですか。だからここにあるコーラのチュッパチャップスを食べようかと今。ダメー。あ、いいですそれも食べようよ。昨日回収したんでしたっけそれ。あ、じゃあ、うん、コーラのチュッパをちょっと食べさせていただきますね、うん、本当に1本もなくなってたらすっごい怒られるかな。嘘。本当1本は残しとかないとダメかな。私どのレベルで怒ってるのかが正直わからなくて。私もちょっとよくわかんない。なんかネタ的に怒ってるんだったら、うん、食べてもいいかなって思うんだけど、本当にもうなんか来ないみたいな感じでどうしよう。まああの何のこっちゃっていう大佐ももしかしたらいるかもしれないのであれですけど、交換日記にね。そうなんです。これ多分でも秘密図鑑さんで言ってたかもしれない。そうそう、あ、そう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 、あのラジオ関西に交換日記があって、うん、あの各番組ごとのね、うん、まあ、まあ、みんなで書けばいいみたいな感じなんですけど、そうそう、まあ、まさかのさんのところに、うん、チュッパチャップスのチェリーとコーラを食べると小野坂さんが烈火のごとく怒ります。私もチェリー好きなのに、鹿野さんが書いてるんですけど、うん、で私たちはそれを見て振りだと、これを振りだと、完全なる振りだと、振りだと判断した私たちは、まあ、私たちっていうか中村さんでね、いや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 、それにお返事書いて、かのちゃんも好きなチェリーを食べてたのは私ですねだってひかさチェリーとか言い出してたもんね。で昨日、うん、私たちチェリーとコーラを回収し、うん、そう全部食べてみたんですけど、今コーラ2本だけ残ってて、そうだから、まあ、チェリーはないんですけど、だからこの計5本ぐらい残ってたんですけど、そうを全部3本食べて、であとコーラ今2本残ってるから今1本ずつ食べたらいいかなって言ったんだけど、どのレベルで怒るの。そうなの。だってこれで本当に怒ったとしてよ、誰かがうっかり桃の木ですって口を滑らして、てかもう交換日記に書いちゃったし、書いてありますからね振りですよね、 OK って書いてみたいな感じで書いちゃってるので、本当に怒ったらラジカン祭りの時にチクったりとかしたら本当マジみんな怒るよじゃあ怖いよ隊長の隊長がさ、お葬式みたいな顔するからさ、いやえそんなえ本当そんな怒るなの。そんなに怒るの。だってチュッパチャップスで1本今30円ぐらいのチュッパチャップスだよ。もうこれは、うん、もし私たち関西人だったら、うん、ネタを途中で放棄してるってことですか。じゃあ分かった、1本は残そうよ。だからじゃんけんで負けた方が1本食べよそれにしよう。 OK いくよ。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、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 勝った、いい感想、コーラだよ、チュッパチャップスのコーラだよ、小野坂さんがすごい怒るコーラだよ、やった、勝負に負けたら食べざるを得ないチェリーとコーラ2本食べて、うん、今日コーラ1本食べるから、うん、90円、もう100円置いとけ、見つけたるって100円置いとけばいいよ100円。じゃあ頑張って食べながら紹介をしてくれたので、今なぜチュッパチャップスがそれに負けてるかわかるか、はい、なんかこうあれですよね、こう伐採が行われるこの塔に、塔というか木のね、わかるか、はい、このチュッパチャップスツリーな、はい、カニさんにもらったやつフロムソフトウェアのね、カニさんが買ってきてくれたやつ、はい、俺が気に入って、うん、中身だけ足して、うん、この舐めてるわな。ツリーずっと使ってます、愛用してますね。ここ3週間4週間ぐらい、はい、減り方が異常なんです。早かった、早かったですね。あのしかも美味しいと思われるやつだけが減っていくっていう、はい、俺が好きなやつだけがどんどん減っていくんです。なんかすごい趣味がそっくりの人がいた。ここ3週間ぐらい僕は犯人探しをしていましたよね。してたね。はい、誰だと。すごかったですよね。今日もだって来た時すげえ犯人探ししてるから誰って言って。チュッパチャップス。すごい剣幕。そんなにそう。でしたね。チュッパチャップスであんなに怒る40代はいないんじゃないかっていうぐらい。箱で、めちゃくちゃだった。箱から出した瞬間も、はい、まあ、なんて言うんでしょう、このにぎわいがない感じになってて、うん、なんでかなと思ったら、はい、俺が知らないうちに箱を開けて入れたやつがいるんで、はいはいはい、あの足してたんですね、このツリーが、はい、隙間開かないように待てと、うん、そ足す儀式はもうそこは譲れないとこだろ月曜日の俺の、うん、
ところで出して、うん、まあ少々食べられるのは仕方ないとしてもな、はい、そ箱開けちゃダメだろ。箱を開けて刺す儀式とかその入れるタイミングは月曜日だろっつうのやりたかったんですよね。そうだよ。まだミルク系がこう小野坂さんの好きなシャーベット系じゃなくてフルーツ系じゃなくてミルク系が残っている間は入れちゃダメって言ったでしょ。フルーツ系は入れずに全部はけるまで待とうっていう話なんですよね。そうだよ。俺はそういうなんしっかりした子なの。子供みたいな。ちゃんと食べてから入れるっていうタイプなの。はいはいはい。なのに、うん、途中で足したでしょ。誰だっつってずっと言ってたの、うん、本当に4週間ぐらいずっと言ってましたね。何だろう、もっと判明しました。お、犯人はまず、うん、怒れないところの人が1人かわいそうだから怒れない人が1人いました、うん、それはもういいんですか。それは不問なんですか。もういいですって俺からは言いませんけども、うん、誰からなら言えるんですか。いや、人捨てにその人は聞いたらしいです。小野坂さんが、舐めたい飴がどんどんなくなってると。そうですね。その話題をどこかの番組で出して、うん、そしたらその人が聞いたみたいで、うん、すいません、それ私ですって言ったらしいです。あ、それがあったから、はい、本人も反省してるし。まあ、そうですね。それからは、違う味を食べるようになりました、みたいなことになってました。まあ、だからその人一人がね、うん、食べてるだけで、うん、こんなに減るわけないんですよ。なるほど。これは、うん、何か、うん、陰謀をめいたものかなと思った私はですね、ラジオ関西内での、うん、小野坂さんを陥れようとする、そう、俺が不機嫌になるような行動をどんどんみんなが取っていくっていうね。あ、なんだと思って、チュッパチャップスで、はい、チュッパチャプスで、あ、チュッパチャプスで言えてね。それで、はい、なんだ、またなくなってんじゃんかよって今日言ったら、なんとですね、はい、すいやせんと、ほう、すいやせんけど分かりやしたと犯人分かりやしたと、うん、お、誰だっつった、いや、それはカバイよるわけですよ。あいつがカバイよる相手っつったら、もう分かる、こっち的には分かんだよ、もう分かりますよね。 あとね、なんていうか、なんていうんですか、ダイイングメッセージじゃなくてなんかね、残してるんですよ、交換日記にな、ちょっとそう、交換日記、番組内交換日記にで、なんだ、言えやって言ったら、うん、そしたら、すいません、ノートの方を見てください、僕の口からはって、はい、そしたらですね、まあ、カノがね、はい、チュッパチャプスのチェリーとコーラを食べると、小野坂さんが劣化のことを怒ります。私もチェリーが好きなのに、と。書きましたね。うん、はい、右に書きました。そしたらですね、はい、これ振りですよね、オッケーって書いたアホがいるんですよ。この字、見覚えありますね。はい。私たち、はい、この綺麗な字。はい。犯人分かりましたね。分かりました。軽音のやつです。これ多分軽音のやつも食ってるっていうことは、おそらくアイマスのやつも食ってます。アイマスのやつは黙って食ってるらしい。軽音のやつに関してはここに、はい、100円をテープで貼り付けて、はい、これで勘弁してくださいと。まあ一応お金を払って食べて、まあ本来これは別にタダで食べてもいいものなんですけど、もうここに刺してるやつは小野坂さん食べないで。はい。で、小野坂さん、箱のやつを買ってきて。本当にそうしますわ。うん。だってこんなチュッパチャプ一つ何十円のやつってさ、そこまで言われたら。どれだけ俺のテンションが落ちてね、うん、この番組のクオリティ自体が落ちるかって話です。チュッパチャプスで。あのね、ラジオってね、うん、そういうとこあんの。ラジオはね、うん、パーソナリティの気分で、出来が変わるの。うんうん、あ、だから、ラジオに来る前に、なんか面白いことが起きないかなとかね、うん。いつもレーダーをキリキリさせてるわけ。はい。ね、うん。それでいろんなことを、膨らませながら来てんのに、うん、ここで見た瞬間に、ないとなったら、全部なくなっちゃうの。破裂しちゃうの。俺の風船が。パーンってなっちゃったもん、今日も。もうこれ見た瞬間にバーってなって、誰だってなって、熱いよ、冷房かけろみたいなことになって、すごかったですよね。もう全てがもうイライラしてきて、何に対してもイライラしてた。トイレ行って顔洗ったら髪がないから、もう女ベンチ入って、髪出せっつって。女ベンチ入ってたの？入りましたよ、そんなもん。髪ねえし、顔拭く髪ねえし。
どんだけ、他の番組が大人で、小野坂さんが子供かっていうことが分かります。違うだろ、お前、これはお前、俺の美味しい味を食べる方がお前子供だろうがよ。どの味食べても美味しいねって思えるのが大人ですよ、きっと。はぁ、じゃあお前絶対食うなよ。絶対食うなよ、俺の味を。俺の味。どれ？絶対食うなよ。俺の味じゃあ、一つだけ決めてください。どれですか？チェリーとコーラとラムネです。だから一つだって言ってるじゃないですか。あれ、大人は一つじゃねえんだよ、バカ。お前、本当にいい感じしろよ。じゃあ、コーラとチェリーとラムネは、はい、小野坂さん用の味として、はい。はい、じゃあ食べないようにしましょう。はい。はい、じゃあここにあるやつは食べてもいいっていうことなので、ああ私たちはじゃあいただくことにして、小野坂さん用のやつは、ああでもどうします？日記で、うん、他の味のことで大盛り上がりだったら。何？ってこと？いちご超美味しくないみたいな。でも小野坂さんは食べられないんですよ。自分の味以外は。たまには食べてもいいだろう。いやそんなこと言ったらだってみんな食べられないわけですから。その美味しい味を。じゃあわかりました。じゃあいいです。じゃあ俺はもう一生もう3食しか食いません。じゃああの3食だけは小野坂さん3食しか食いません。じゃあこっち側にあるやつはもうほんとその代わりお前3食の味を誰かが食べようもんならもうほんと劣化のことが起こる。もう怒ってるじゃないかよ。わかりました。そのように劣化のことに怒りますか。わかりました。